害獣とは人間活動に害をもたらす哺乳類に属する動物一般を指す言葉である。人間の多い地域では家畜などの飼育動物以外はほとんどがこれに含まれる可能性がある。農地でイノシシなどの害獣を捕獲するための罠、哺乳類から受ける人間の被害には様々なものがある。直接に人間が肉体的被害を受ける場合、 畑を荒らすなど農作物が被害を受ける場合、家畜や養殖魚などが被害を受ける場合、芝生が荒れるなど、景観の被害、糞尿による汚染、病原体の媒介が挙げられる。そのため、場合によっては、地域のあらゆる哺乳類はその名を挙げられる可能性がある。アイルランド以外のヨーロッパ全域に生息しているヨーロッパモグラのように、 地下に穴を掘って土壌に酸素を供給したり害虫を抑制する働きが認められていながら、害獣として常に駆除の対象となってきた動物もいる。基本的に獣の側が人間の生息域に出現することで被害が顕在化することが多いが、環境破壊により生息地の餌資源不足及び生息地そのものを失うといったことや、アライグマ、マングース、朝鮮イタチ。 キョンのような本来の生息域の存在しない動物を人間が持ち込んだことが要因である場合もあり、その場合は人災であるとも言える。また、人間の側も酸村の過疎により、獣を撃退する人材不足のために十分な対処ができずに状況が悪化することも多い。日本では、害獣の肉を動物園の大型肉食獣の餌として与える、都体給児が模索されている。 飼育動物にとっては、環境が自然界に近くなるメリット。人間側にとっては、害獣の遺体を焼却や埋没処分する倫理面、そしてハンターの心理的負担面を改善できるメリットがある。ありがとうございます。